では続いて分割表というところに入りたいと思います。母集団が2つの性質 AB で、その AB でそれぞれ A が互いに排反な M 個のクラス A1 から AM、 B の方が互いに排反な N 個のクラス B1 から BN、 これに分けられているとします。で、この時に母集団から大きさ N の標本抽出して、クラス AI かつ BJ に属する個体の観測度数というのが、このように XIJ で、この時に表にまとめたものを分割表というふうに言います。なので、このような形ですね。縦に性質 A1 から AM、 横に B1 から BN で、A1 かつ B1 というものが X11 というふうになっていると。で、このようにして、例えば、この性質 B1 の合計はスモール B1、B2 の合計はスモール B2、例えば A1 の合計はスモール A1、A2。で、これらの合計というのは必ずこの標本数のラージ N になるという形の表、これを分割表というふうに言います。で、ここでは独立性の検定というものがあります。で、先ほど性質と呼ばれるものがありましたが、分割表を用いてその2つの性質がそれ独立であるかどうかを検定することを独立性の検定というふうに言います。この時、母集団から無作為に、標本を抽出して、で、この A1 から AM に属する確率、これが P1 から PM であったとする。で、 B1 から BN に属する確率は同様に Q1 から QN であったとします。もし A と B が独立である場合、この AI かつ BJ に属する確率というのは独立なため、このようにしてそれぞれの確率をかけることで、この AI かつ BJ というところに属する確率を求めることができます。よって、ラージ N 個の標本を抽出した時の期待度数、先ほどの適合度検定でやったようなことですね。それというのはこのような数で表すことができます。では、観測度数 XIJ、XIJ、まあ、これ表になっていて、これの数というのは全部で MN 個ありますので、ラージ X というのを順番に P1 かける Q1、 これは性質が A の性質1、B の性質1、A1、B1 という性質で、ここは A1、A1、B2 という性質、これの期待度数と観測度数、これの全部和を取っていくと、適合度検定に当てはめてあげれば、これが自由度 MN-1 の解2乗分布に従うということがわかります。よって、この式を使って今独立性を仮定していますので、その2つの A と B という性質が独立であるかどうかという検定を行うことが実質可能ではあるんですけども、大概この、期待度数のところですね。具体的には、ここの P1 和や Q1、P1 とか Q2、この PQ のところが大体の問題で分かっていないということが一般的です。なので、理論的にはこれで、独立性の検定というのを行えるんですけども、実際は、この PIQI 分かってないので、これを直接使うことはできません。では、一旦先ほどの分割表をもう一度見てみます。で、ここではこの一つの列だけ見てみましょう。そうすると、この列の観測度数の合計はスモール B1 で、あとはこのようにそれぞれのクラスの観測度数が分かっています。ということは、ここだけを見た場合は、これらの期待度数が分かれば、適合度検定を行うことができるわけです。で、そこで、それぞれの期待度数を考えるときに、それぞれのこの、ここに来る確率というのを、この合計の
Large M と A1 から AM を使って、例えばここに来る確率というのを Large N 分の A1、ここに来る確率を Large N 分の A2、すなわち AI かつ B1、これに属する確率というのをこのように Large N 分の AI と仮定することができます。そうすると、もともとの適合度検定の式はこんな式でした。これを、Large N のところに B1 を入れてあげる。で、各 XI のところに XI1 を入れてあげる。で、確率の PI のところに N 分の AI。これを入れてあげます。そうすると、この部分の、この列だけの適合度検定を行うことができるわけです。そうすると、このような形で表すことができます。これが先ほどの、一つの列の適応度検定の式です。で、この式を直していくと、このような形になります。で、これは、M 個ありますので、自由度 M-1 の勘定分布に従うということがわかります。同様に他の列、J 列についても同様に考えます。今、1列目にやりましたので、J 列というのを考えた場合も、同じようにして自由度 M-1 の勘定分布に従うということがわかります。では、Large X というのを、このようにさっき求めた Large X1 から Large XN というふうにしますと、勘定分布は再生性があります。それぞれが独立の場合は、ここの自由度、ここの自由度、ここの自由度を足したものの勘定分布に従います。ただし、B1 から BN、それぞれ、ここの、1列目のところ、2列目のところ、N 列目のところ、それぞれの合計は B1 から B2、BN になっていて、これらの合計が Large N ということで、ここで拘束条件が出てくるので、自由度が1つ減ってしまいます。から合計 M-1×N-1。ここでは、それぞれが自由度 M-1 です。で、それに対して、この拘束条件があるので、これのうち実際に動けるものというのは N-1 個。なので、N 倍ではなくて、N-1 倍してあげなくてはいけない。ということがわかります。これらをまとめると、性質 AP が、独立であるという前提のもと作った分割表から Large X というのをこのように置くと、これは自由度 N-1、M-1 の勘定分布に従うということがわかります。では、それぞれ2つの性質 AB があって、それぞれ M、N 個のクラスに分かれる。この母集団から無作為に抽出した大きさ N の標本。これの観測度数がこのように XIJ というふうになっているときに、キム仮説で A と B が独立である。これを検定するときには、A と B が独立の場合というのは、この X という統計量、先ほど求めたものですね。これというのが、自由度 N-1、M-1 の勘定分布に従うということが分かっています。なので、危険率を設定して、その危険率に対して、この X が規格域にあれば仮説、その仮説というのは A と B が独立であるという仮説が規格されます。では、例題を見てみましょう。ある大学の学生410名に対して、喫煙と留年の関係というのを調べたところ、このような表になったと。なので、2つ性質があると。タバコという性質と、留年の性質で、それぞれクラスが2つあるということです。この結果からタバコと留年、これが、関係あるか、これを危険率 1% で検定せよという問題になっています。では一旦は独立であるということを帰無仮説に置きます。すなわち留年と喫煙は関係ない、独立であるという帰無仮説を置いて、このような統計量を計算すると
ということです。で、今回はこの M と N というのがそれぞれ22であるということですね。なので、これを計算していくということです。そうすると、これを計算していくと 15.07 というのが求まります。で、このラージ X というのは自由度1の簡易乗分布に従うので、自由度1の簡易乗分布の上側 1% 点というのは 6.63 です。そうすると、先ほど求めた X というのが 15.07。で、簡易乗分布の上側点というのは 6.63。ということは、このように、標本値を代入して計算したものが棄却域に入ってしまいます。ということは、もともと仮説を置いた独立であるという仮説が棄却されてしまいます。これによって、留年と喫煙は独立であるとは言えない。すなわち、留年と喫煙は関係がないとは言えないという結論になります。